本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が扱っていくわね。なあ霊夢、ノーベル賞関連は以前もやったことがあるが、今回はそれとは違うのか？過去動画の、韓国とノーベル賞、では、あくまで、日本人が受賞すること、に対して彼らがどう考えているかが中心で、こだわる、理由についてあまり掘り下げていなかったから、今回は、こだわり、そのものを掘り下げることにしたのよ。ということは、今回は日韓問題ではないってことか？マリサ、そんなわけないじゃない。今回の前編は概要のみなので、後編で詳しく説明するけど、このこだわる理由が日韓関係にも影響を与えているのよ。またそういうのか、なんでこうなんでもかんでも日本に紐づけるんだ。まあ、どう関わってくるかは後編でね。そんなわけでそろそろ本編へ行くわね。で、韓国はどんな風にノーベル賞にこだわっているんだ？早速だけど、特にノーベル賞関連の記事の多い中央日報の次の記事を読むとわかりやすいわ。記事では、10月はノーベル賞患いの季節、とした上で、ノーベル賞シーズンが近づくと、政府はもちろん学会などあちこちでノーベル賞に関する行事が続く。先月24日には韓国科学技術アカデミー主催でノーベル賞受賞者と討論する行事がソウルで開かれている、とした上で、なぜ我々はここまでノーベル賞患いを病んでいるのか、と書いているわ。そしてその上で、ノーベル賞が出てくる時になった。一度出てくればあとは溢れるように出てくるだろう。日本が22人のノーベル化学賞を受賞している間、我が国は候補にも入れることができずにいる。我々ももっと基礎科学に投資をすれば10年内にノーベル賞を受賞できると期待する。そろそろ我が国からもノーベル化学賞受賞者が出てくるべきだ、という、韓国の歴代大統領の言葉を紹介しているわ。なんというかものすごくこだわりが強いんだな。なんでだ？まあそのあたりは主に後編で説明するとして、次にこちら。韓国の大学講師がハンヨレ新聞に、統計から見たノーベル賞と、韓国の執着、という記事を寄稿していて、前半はノーベル賞の受賞傾向について書いているのだけど、最後の方で、韓国の大学の外国人教授が、学内に掲げられている、ノーベル賞を受賞する方法、と題する討論会の横断幕を見て、韓国に来る前は、このようなテーマの討論会は聞いたことがない、と語っていた、という事例を紹介しているわ。以前の動画でも疑問だったが、そもそもノーベル賞というのは研究の結果であって、受賞することを目的化するものではないし、こんなことをしていると、ノーベル賞を取れない研究は価値がない、なんてことにならんか？実際その通りで、韓国のいわゆる、パリパリ、早く早く、精神、と相まって、次のようなことになっているのね。韓国の科学研究は政治に左右されており、政権が変わると、政治との関係で皇族研究ができなくなりかねないのが韓国の現実だ。政治の動きを気にする者が生き残り、研究に専念する者は滅んでしまう、という研究者の声が掲載されているわ。その上で、2010年に新素材として注目されたグラフェン分野でノーベル賞の受賞者が出ると、物理学科で起きたグラフェンブームが化学科、材料工学科、電気科、機械科などに飛び火した、として、その結果韓国は研究成功率が 100% になったが、最初から成功しそうな研究ばかりをやる科学者たちと失敗に伴う責任追及を避けようとする予算当局の凶暴が作り出した笑えない現実だ、と指摘しているわ。ああ、要するにもともと誰も責任を取らない社会な上に、政権が変わると現政権が前政権のやったことを否定するし、ノーベル賞を受賞すること、にのみ価値を置いているから、政治家も官僚も学者もみんなすぐに結果が出せそうな方向に進んでしまうわけか。それだけではなくて、社会構造の問題もあるのだけど、それは後編で扱うとして。このことからわかるのは、韓国はとにかく科学分野が、ノーベル賞の受賞、を目的化していて、研究内容が二の次になっていることがわかるわよね。一つの正しさ、にこだわる社会が、ノーベル賞を受賞すること、を唯一の正しさとしているわけだな。でね、
韓国でノーベル賞を取り巻く環境がさっき紹介したようになっているのは、韓国が序列社会であることから、地位とか肩書きが非常に重視される社会であることも関係しているのね。次のこちらを見てもらうと、記事では、韓国は経済力では世界中位圏であり、最近は K カルチャーを通じて文化的にも認められる国になったが、どうして世界30カ国以上が輩出しているノーベル化学賞をまだ受賞できないのか国民は疑問を抱くかもしれない、と書かれているのね。で、その次に書かれていることが韓国人の認識の違いをよく表していて、ノーベル物理学賞審査委員長を務めたスウェーデンの物理学者の知人がいるため私的な席で韓国が受賞できない理由を尋ねたところ、自分たちも国の地位に照らして韓国がまだノーベル化学賞を受賞していないのは不自然だと感じているという言葉が返ってきた、と書かれているのね。ああ、その物理学者は韓国レベルの経済規模があれば、研究に必要な機材は潤沢に揃えられるから、受賞できる環境はできているはずという意味で言っているのに。文脈から考えて韓国人の教授は、韓国の国際的地位ならノーベル賞を受賞できる、と解釈しているわけだ。そう、本来は研究の質や内容を見ないといけないのだけど、彼らは、肩書きや地位で受賞できる、と考えている節があるのよ。あと記事では他にも、長期研究への支援や基礎研究の重要さを指摘してはいるけど、結局、ノーベル賞受賞、が研究の目的化していることが読み取れるわ。ノーベル賞を取れる研究、という発想だから、長期研究や基礎研究がおろそかになっているような気がするんだが。で、この考え方は何もノーベル賞関連だけではなくてね。記事では、韓国が G7 サミットに呼ばれ、さらに2年連続で NATO 首脳会議に呼ばれた件を、国際社会が大韓民国に強大国の一員として接し始めたという傍証だ。これには与野党も超党派的に、同意、している。国民の力のキム、ミンス報道官は、大韓民国は心理的 G8 に入った、と述べた、と書いているのね。そしてその上で、韓国がインド太平洋で海洋安保協議体の結成を主導することを提案した、とか、韓国が弱小国時代に締結した非対称的同盟を対称的同盟に転換するよう注文した、とか書いているわ。というか、韓国は2022年のサミットには呼ばれていないし、そもそも NATO 首脳会議に加盟国以外が参加したのは、中国やロシアの脅威を抑止する協力策を話し合うのが目的で、太平洋諸国では日本と韓国以外にオーストラリアやニュージーランドも参加しているぜ。なんでこれで、心理的 G8 とか、インド太平洋安保主導なんて話になるのかがわけわからんぜ。これが非常に興味深くて、こちらの記事にあるように、2021年に国際連合貿易が韓国を開発会議が開発途上国から先進国に変更したのだけど、これを韓国は、政治的な意味での地位の変更、と解釈しているのね。でも実際は、国際連合貿易開発会議というのは途上国と先進国の格差や、いわゆる南北問題。つまり北半球の国と南半球の国の経済格差の問題を是正するために、途上国を支援する目的で作られた組織だから、ここから先進国認定を受けたということは、韓国の国際社会における政治的な地位が上がったのではなくて、もう途上国としての支援は必要ありませんね、という認定を受けたというだけなのよ。なのに韓国は、先進国認定を受けたのだから韓国の国際的地位が上がり、もう実質的な G8 とか言っているわけか。そういうこと。このことからわかるのは、韓国において重要なのは肩書きや地位であって、そこに伴う中身というのが重視されないってことなのよ。ああ、だから韓国人は、どんな研究をするか、ではなくて、ノーベル賞を受賞すること、にこだわっているわけか。なあ霊夢、今回紹介していた記事を読んでいて疑問があるんだが、ノーベル賞の記事では、受賞ありきではいけない、とか。短期的な結果ではなく長期的視点で中身のある研究をしないといけない、って論調の記事があるよな。なのになんで、それと同じ視点で先進国云々の件でも同じ発想になることができないんだ？それはね、まずそうした意見は韓国人の中から出てきたものではなくて、長年韓国がノーベル賞受賞者に、どうやったら受賞できるか、という質問をし続けて、その時に公開されることが多かったから、それでそれを、正解、と認識しただけなのよ。
ああ、外部から繰り返し言われたからなのか。で、そういった意見はあくまで、受賞できないことへの批判、として、正解を答えている、だけなので、他のことに応用が効かないし、そういう発想もないのよ。韓国関連って、こういった、他のに多様な事例に融通が効かない、こと多いのよ。ああ、そういや過去動画の、韓国人は記憶の改変をしているわけではない?で説明していたが、韓国社会では、この世には一つの正しさが最初から存在している、という考え方が一般的だから、ノーベル賞受賞者のその言葉が、一つの正しさ、に組み込まれただけってことか。そういうこと。だからこれはあくまでノーベル賞のことでしかなくて他の件で同様の発想ができるわけではないし、正しさを実行すれば受賞できる、という結論になっているので、いずれにせよ、受賞ありき、の発想になるのよ。なるほど。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は前後編の前編なのでおまけはないよ。また来週。